はい、こんにちは。はい、統一不完全な神聖ローマで、その神聖ローマって何かというと、教皇の権威と皇帝の権威が並び立つ、お互い提携関係があったんです。教皇と皇帝は互いに、皇帝が教皇を保護してあげますよと。ごめんなさいね、ちょっとやっぱ字が書けないわ。まあいや、保護してあげますよと。で、教皇は皇帝に戴冠をさせるとか、支配の正当性を与えるという意味だったんです。で、これをこの教皇の権威と皇帝の権力がこう互いに2つの玉が並び立つ、そうなると楕円の世界でこう楕円になっちゃう、もしくは2つの円があるから両輪の世界とか言ってるらしいんですけど、で、カール大帝はゲルマンのローマ支配を正当化するため、だってローマと縁のないゲルマン人ですから、だからゲルマン人がローマの古代ローマ帝国ね、古代ローマ帝国の西ローマの領土を支配していいっていうような、そういった正当姿勢が欲しかったんです。それを正当化するため教皇の権威を借りたんです。それが800年のカール大帝で、オットー大帝もドイツ王だが、神聖ローマ皇帝は理念でヨーロッパの支配者となるため教皇の戴冠を必要としたが、皇帝は教皇より優位で、ハインリヒ3世になると、ハインリヒ3世は教皇を操り、ヨーロッパ最大の普遍支配者になるが、ハインリヒ3世が死ぬと死後は崩壊した。この普遍支配者、つまりこの皇帝神聖制というんですが、これが今まで皇帝と教皇、皇帝と教皇が仲良くやったのが、仲良くというかお互いに手を取り合ったのが、お互いにね取り合ってたのが、手を取り合ってたのが、皇帝が教皇の権威を取り殺しちゃった。皇帝権力のもとに教皇の権威、つまりこのハインリヒ3世が皇帝神聖制というのをやったんです。皇帝教皇主義というのをね、つまり皇帝は地上の代理人ね、神の代理人だと、地上における神の代理人で、宗教行為も皇帝が行うっていうことをやったんです。で、教皇を操ったんです。で、このハインリヒ3世というのは、実言うと教皇を、自分の言うことを聞かないやつとか、意に沿わない人は、意に沿わない教皇というのは次々と3人罷免とか解雇してるんです。で、自分に都合のいい教皇を味方につけて自らの宗教政策を行ったんです。皇帝神聖制というんですね、これは。神権的皇帝とか皇帝教皇主義とかいう、皇帝の権力が教皇の権威を取り込んでしまった。で、宗教政策も皇帝が行った。ところが、このハインリヒ3世が死んでしまうと、教皇の権威というのは離れてしまう。で、皇帝の権力と教皇の権威が互いに対立するんだ。お互い仲が悪くなる、対立、戦う。で、ハインリヒ4世が、皇帝と教皇は、まあハインリヒ4世の頃ね、ハインリヒ4世の頃から皇帝と教皇は互いにどちらが上か争う、どちらが上かを争うようになった。
で、前話したこの帝国教会政策ね、これ分かりやすく話そう。ちょっと教会のマークをこう三角に十字架にした。ちょっと教会のマークって十字架でいいんだけど、ちょっと教会の形にするために三角の中に十字架入れたんだけど、で最初話した、あの授業で話したこの帝国教会政策って何かというと、ドイツってこの諸侯とか部族がいっぱいいたんです。で、この部族や諸侯を皇帝やドイツの王様が抑えるにはどうすればいいのか、そこで編み出されたのが、教会が金持ちなんです。教会で金を持ってるから、教会にこの部族内にあるこの教会が、まあこれ一個じゃないんだよ、たくさんあるんですよ実は無数に。その教会の要するに統括する司教とか聖職者を自分の言うことを聞くように、皇帝の命令を聞くような人を派遣するようにしたんです。で、どうしてその任命権を取ったかというと、まあこれはですね、皇帝が教皇に対して土地を寄進して、その司教の任命権というのを持ったんです。で、それで部族や諸侯のこの領内にある教会ね、そこの財産を自分の皇帝のね管理、皇帝が管理することによって、その教会に皇帝が行う政治と軍事の協力をさせるんです。ですから夫を大帝にしても、夫を大帝からその後夫を二世とかも続くんですが、ずっと教会というのはこの神聖ローマ皇帝に対して政治や軍事の協力をしていったんです、ずっと。で、ここである部族とか諸侯というのはこの教会、要するにキリスト教徒だから、ここに寄付とかしてるわけで、間接的に自分たちの収入というのがこう皇帝が奪っていくというような、こういうシステムになってるわけ。この教会というのがその部族たちがまあキリスト教徒になって寄進とかしてるわけ、寄付とか。そのお金が皇帝のものになっちゃってるわけなんです、間接的に。わかります、この意味。で、しかもこの教会というのが皇帝に歯向かうと、部族とか諸侯が皇帝に歯向かってくると、例えばなんですけど、まあブランデンブルクとかこのベーメンね、これらの部族が皇帝にね、歯向かってくると、その教会が兵隊を動員して戦わせる。どうするに、だから教会、自分の領内にある教会が敵になっちゃうもんだから、動きが牽制されちゃうんです。次なんですが、ここにもちょっとした問題っていうのが出てくるんです。教会政策で任命された司教で何者かというと、皇帝の
親戚、皇帝の親戚、一族とか親戚、親戚いや終身なんです。帝国教会政策で任命された司教は皇帝の親戚や忠臣だから、聖書を読んだことのない人とか聖書知識のない宗教行為ができない人、ない人で財布を着てるだけだ、着てるだけの諸侯だった。だけど諸侯になった。道徳、モラルを問われ、この皇帝が教会にね、要するに教会の統括者の司教を任命する。帝国教会政策で任命された司教は皇帝の親戚や忠臣、家臣、まあ、皇帝の言うことを聞く人だ。帝国教会政策の司教というのは皇帝の親戚と忠臣、それで聖書知識のない宗教行為ができない人なんです。それで財布ね、聖職者の格好をしてるだけ、を着てるだけの諸侯になった。わかるよね。もう要するに教会なんだけど、要するに待って、どういうことかというと、大金を持ち、兵隊も動員できるんだから、その司教が大金を持って兵隊も動員する。だから要するにもうそれはもう諸侯になっちゃったから、モラルね、道徳を問われた。宗教行為ができないじゃないかって。でしかも聖書の知識もないじゃないかって。それで何かしらこう俗な仕事、大金をね持ってから兵隊を動員する。まあこれははっきり言って聖職者じゃない、司教じゃないということを問われたんです。だから実言うとグレゴリウス7世がハインリヒ4世に対して聖職任命権は教皇が持つんだということを言ったんです。する。から教皇が司教を任命するって
長を任命すると宣言したんです。こういった理由があったんです。この帝国教会政策が原因だったんです。要するに皇帝と教皇は最終的に対立した理由、あのお金の面もある、そして聖職者がなぜか俗のような扱い振る舞いをする、これはもうモラルもない、宗教行為もできない。今まで仲良くやってたのがなぜ対立したか、まあ図で書いてあるんですけど、まあこういった理由があったんです。ありがとうございました。